な上手に血を吐いてるね <laughs> 自分の中でも胸が熱くなるような思いがありましたねはい。こういうポーズするじゃないですかタイタニック正解<い><い>とかは<っ>。ね、やっぱみんな懸垂してるからすごい腕ですねね腕皆さんもぜひ手を打っていただけたらはい。えー、皆様本日は、えー、大ヒットオンライン舞台あさつに、えー、ご来場いただきまして誠にありがとうございますよろしくお願いします松田亮ですありがとうございます では続いて和田拓磨さんお願いしますはい、えー、大友一平を演じております和田拓磨です今日はお詰まりいただきありがとうございますありがとうございますでは続きまして鈴木翔吾さんお願いしますはい皆さんこんばんはえー、と伊達忠夫役を演じました鈴木翔吾です今日はよろしくお願いしますありがとうございます では続きまして赤澤智さんお願いしますはいこんばんはえー中岡慎太郎役を演じさせていただきました…どうしました <laughs> 大丈夫ですか中岡慎太郎役の赤澤智ですえー、短い時間ですがよろしくお願いいたしますありがとうございますでは続いて石黒英夫さんお願いしますはい土方俊三を演じさせていただきました石黒ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは続きまして本田亮さんお願いします沖田総治役の本田亮です今日はよろしくお願いします ありがとうございます。では続いて小野健人さんお願いします。はい、ええー、原田さんのす役の小野健人です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では続きまして、荒川千佳さんお願いします。はい、ええー、嵐月同士役の荒川千佳です、えー。本日はご来場いただきありがとうございます。よろしくお願いします。あり,ますありがとうございます。では続きましては、岡弘明さんお願いします。はい、桂小五郎役の岡弘明です。よろしくお願いします。 いやー、うん、本当に嬉しいです、本日もこんな多くのお客様に、えー、ご来場いただけて、自分の元にもすごく反響であったりとか、いろんなお葉気持ちが届いてますので、き、まあ、今日も改めて実感するなっていう思いがありまますすね、はい、どんな反響届いてますかあのー、先日、自分、父親が、あのー、映画見てくれて、もうなんかこう、あんまりこう言葉が多い父親ではないんですけど、言うことないって言って。 とても素敵だった演者の皆さんもそうだし映画として素晴らしかったと思うと言って、えー、なんか熱いメッセージをくれましてだからそれはなんかこう自分の中でも胸が熱くなるような思いはありましたね、はい、いや素晴らしい、でも本当にねかなりあの幅広い世代の方にものすごく楽しんでいただける作品なのかなといいいうのを改めて思いますすね和田さんはかかがですか私もあの、はい、親が映画館で見に行ったそうでして、まあ、ちょうど隣の席とか,なんかおじ様とおば様の。 方が見ていただいたりとかしてまあ今、りょう君が言ったように結構年齢の幅がこう広くいろんな方に見ていただけてるのが嬉しいなと思いましたし母親もあのみんな上手に血を吐いてるねっていう感じでお褒めをいただいて <laughs> 何よりでございますいや、血を吐くところいろんなシーンありましたが、ね、本田さんね、血吐きましたね血吐きましたね,ね<ー>、はい、反響としてはりょう君また死んだっていうのがすごく多かったんですけども はい、でも初めて血を吐く体験をさせていただいたので、楽しく演じさせていただきました。いや、素晴らしい。待ち時間とかにね、みんなでミニゲームみたいなのをやったりしたのがね、すごく印象的だったんですけど。はい、はい、はい。あのジェスチャーで、どの映画か当てるみたいなね。ね、楽しかったね、あれねちょっと説明難しいんですけど、あの省略させていただきますが。なんかね、こう。なんか自分ばっかり喋って、なんか、すごくあれですけど。けい、けい。あの。まあ、例えば。こう。 こういういポーズするじゃないですかタイタニック正<解><い>とかは<っ><い>こういうことをずっとやってたんですよあの、すごくお金もかかりませんしあの、短時間であのできるゲームなんですけどこれがまあ盛り上がる気づいたらもう2時間ぐらい経っちゃってるんですよもし皆様あのご家族であったりとか恋人ご友人と試してみてください 今日ね、あの隣の方とちょっと親交を持ちましてあのやってみてもいいかもしれませんねこれ何だと思うってって <laughs>、ね、あそれ「ターミネーター2」とか「2, 2」までうん、やってみたらいいかもしれません <laughs>、うん